豚まん。うまかった、蒸し豚。しょうがないね。バッターボックスには続きが入っています。さあ得点圏には先制のランナー、まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしてですね。なるほど、そうですよね。これが2球目、インコースへ大きく外れます。ボール先行です。ポンズと面白かったらしいね。ポンズの力がなくなってね、欲しいんだね。さっぱりして欲しいね。
当たらない。どうしたか。あ、当たれた。しょうがねえな。嫉妬だ、嫉妬。どの分かったやつってことだ。しょうがないね。また来い。死んだ。失った後100点もらえたからね。10代じゃなくてね。さあ、なんかまたね、ロンチョンさんなくなってます。知らんことだったな、全然最初ね。ロンドンのね、初心者から始まるからね、これね。ロンドンなんか、ゴールドなんか行きたいな、プラチナなんかとかね。次はシルバーでしょ、シルバーランクね。いけないですね。ライト方向流しました。
て、どうぞ。出せて。SM か、SM だな。ガスでなるわけだな。さあ、SM だから硬いんだよ、これね。家も入ってるからね。そうね。さらば8だ。正式なのが8。よし、勝った。あれ。外だったから。
あのか、話されたな。しょうがないね、学校だね。最後に来たの忘れたな。勝ったと思ったのに。まあ、しゃあないでしょう、今の。なんかありません？テレアルタム戦。見てる人いたらね。見てる人、テレアルタム戦しませんか？これでできるんだけどね。教えますか、やる方は。やりません？やらないかな？勝てそうだったけどね。ホームラン打たれたね、最後にね。あとは思わなかったよね。あれ、チームが合うのかな。チームか。あなんか強いと思うかな。どうぞ。いたですね、こいつ。高橋ちゃん。終わりかな。
それそれでいいな。承知しました。僕がね、なくなっちゃったんでね、勝ちです。そんなことで、カラオケあると思うです。さあ、これで決まるのか。打ちました。バッターは2番に入っている糸井。藤川、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何から入ってくるか。アウトコース見送っています。ちょっとね、取れた。
ダメか。手が合わなしも反対に流れだった。この最後の攻撃、ドラマを作れるんでしょうか。しいな。か。バッターボックスには6番中谷。ツーアウトランナーありません。初球は何で来るか。初球ボール。しょうがないね。なんかありません？いろいろとありません。今見てる人出てきて、ね、いいのかな。
その高原。厳しいよな、これは。相手が多分打たれた。
そうだな、寂しいんだよな。ジャイアンツビハインドで迎える最終回です。西さん、最後の攻撃なんとしても塁に出たいですよね。簡単に終わらせたくないですからね。頑張ってほしいですよ。この最後の攻撃、ドラマを作れるんでしょうか。インコース決めてきた。2ストライク2ボールと追い込んでいます。見逃し三振、アウトです。バッターボックスには指名打者の中田。菅、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。これが2球目。インコース決まった。妙だよね。そうなのか。この打席には源田が入ります。さあ、先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですね。二塁牽制、まずは簡単にストライクが来ました。次は2球目。
これ一緒に座ってるね。取れたか。しょうがねえな。初球は何から入ってくるか。初球から際どいコースをついてきます。インサイド。この場面で打席には鈴木が入ります。さあ2アウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあこの点差を保って攻撃に移りたいですから。打ちました。術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。西さん、ここは走ってこないんでしょうか。いやまだわかりませんね。ただここはいいバッターなんでバッティング期待ということかもしれませんね。あ、なるほど。ここは大きく1球外して様子を見ています。これでフルカウント。ランナーはどうするでしょうか。見逃して三振になります。ワンアウトです。ランナー一塁は変わりません。バッターボックスは6番。ダウトグレジャイアンツ同点のランナーが出ています。初球は打ち、膝下厳しいボールですね。まあ、次は外というパターンもありますから。ライト線と、いや、そして打席には松山が入っています。勝負どころですよ。さあ一打同点のチャンス。この場面で同点に持ち込むことはできるか。上林で行こうか。上林な。次は代打の上林。切れてますね。確かにキレがいいように感じますね。この場面、打席には渡辺が入ります。さあ、2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。この場面で同点、ランナースタート。あれ、どうだったんだよ、これ敗戦となってしまいました。おかしいな、盗塁してないのに、今取れちゃったんだね、なんかね。もうちょっと位置変えてほしいんだよな、もう盗塁の。しちゃって倒れなっちゃうんだよ。なんでなりました。ちょっとやらんくいけねえかな。ごそうなんだけど、今ごそう26杯そんなもんか。そんなこといいな。当てそうだな。立てるある話に当てそう。死にしないのやってるけど、あれ触れるのかな。初球は何で来るか。長っ
高津が。ちょっと何されてるの。高津が。戦った。なんかありません？リアルタイム戦うまいかな？なんかあれだね、今出てる人ありませんか？リアルタイム戦あそこではいいのに。
しい。アウトコース打ちました。ポンと選んでポンと入れたら試合は5分。
ツが守備につきます。そしてマウンドに上がるバッターは西川。だった人だね、あれね、わざわざ流れちゃった。これだったんだよね、ボタンがね、流れ止まらなかったね。あるボール。アクション。上がるな。マスターズなんだよな。だからね、リアルタイム戦来ない？リアルタイム戦来ませんか？やってんだけど。見てる人らはね、来てほしいんだよね。来てるかな？どうもないや。読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、西井俊久さんのお二人、実況は
は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはホークスの先発
いらっしゃいませー。あられません？じゃあ、タイル無線今やってるやつ。部屋番号押しますので、そこから入ってください。揉めてる方ね。大丈夫ですか？コメントください。よかったらコメントください。やらないかな？しまった、あと。よく倒されましたね。いいか、取れなかった負けた。ああ、しょうがないな。ダメだからね、これね、もうちょっとね。